2008年スケートアメリカは2008年にアメリカ合衆国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。2008年スケートアメリカは2008の2009年シーズンのスケートアメリカで国際スケート連盟主催2008-2009年シーズン ISU グランプリシリーズの第一戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア。 アイスダンス競技が2008年10月23日から10月26日にかけてアメリカエバレットのエヴァレットコムキャストアリーナで行われた 2008-2009ISU グランプリシリーズ全6大会男女シングル各12名ペア各8組アイスダンス各10組の出場選手は2008年世界フィギュアスケート選手権の成績2007から2008年 シーズンベストスコアランキング2007から2008年シーズン終了時の ISU フィギュアスケート世界ランキング及び過去の世界選手権の成績に基づき1選手最大2大会まで選手個人に対し招待がなされた。今大会開催国の統括団体であるアメリカスケート協会に対しては今大会の各種目定員のうち最大3人の出場枠が用意された。 大会までに招待自体や危険があり、男子シングル10名、女子シングル11名、ペア8組、アイスダンス9組での開催となった。競技会場のエヴァレットコムキャストアリーナのリンクは縦61メートル横27メートルである。標準的なフィギュアスケートリンクサイズの縦60メートル横30メートルとは異なる。ありがとうございます。